ですけれども、予想だけで買わない方もいらっしゃるんですけれども、お二人は本当にガチで買ってらして、当たったり外れたりを皆さんと一緒に本当に楽しんでらして、で外から歓声が上がると、おー、もうさっきすごい声聞こえましたもんね。そうですね、あのさっきのレース、あ、みんな当たってんのかなとか思いながら、だから本当にこう競馬を楽しんでらっしゃる方がゲストで来てくださると、私もしっかりしててとても楽しいんですけれども、ぜひね当てて帰っていただきたいと思います。そうですね、はい、で皆さんにもね予想していただかなくてはいけませんので、回を締めさせていただかなくてはいけないんですけれども、せっかくですので皆さんに一言ずつご挨拶いただけますでしょうか。はい、お願いします。そうですね、まあ、競馬もすごい楽しいんですけれども、オートレースもたまにはあの、ね、レース場に足を運んで、見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、森選手、今いらしてるのは船橋競馬の会にいらしてる方なんですけど、船橋もね、あ、そうですね、コースがありますね、はい、次の次に僕黒潮杯っていう G1 レース走るんで、はいはい、ぜひ応援してほしいですね。そうですね、やっぱり競馬とオートレース、今はネットとかでも楽しめますので、両方購入していただくこと可能ですもんね。はい、うん、ぜひ皆さんぜひお願いします。はい、いらしてください。長い負けちゃダメだよ。頑張ります。負けちゃいました昨日。惜しかったですね。はい、山本選手お願いします。はい、まあオートレースは森の言った通りにぜひ一回でも楽しんでいただければなと思いますしね。あと、まあだから僕は最初言ったんですけども、僕の馬のアラベスクシーズン、はい、買った方が僕はぜひそう覚えて帰ってもらいたいなと思って。それは頭から狙っちゃっていいですか。いや、そんな自信ないですけど、あの成績がすごい悪いので今、はい、人気が全くないですよ多分。あ、じゃあつきますね。じゃあ次の裏開催にもし見つけたら、はい、あの買ってほしいなと思います。応援してほしいなと思います。じゃあちゃんとここに大きく書いておきましょうか、はい、私が、はい、はい、ぜひ覚えて、はい、まあ、マトマジョッキーですね、とにかく乗ってくれればいい勝負できるんじゃないかなと思うんですけどね。そうですね、マトマ騎手が乗るってことは本当に選ばれたというかね、はい、見込みがあるということですもんね、はいはい、皆さんぜひこのアルスクシーズガンも覚えて帰っていただきたいと思います。お二人の、予想会させていただきました。森選手と若井選手でした。どうもありがとうございました、はい、どうもありがとうございました。